調が合う時といいますか、その場のこうリズムがこうマッチする時、パッションって言ったらかっこよすぎですけど、生物と何かこうコミュニケーションが取れるような感覚があって、すごくこういいリズムになったタイミングっていうのがあって、そういう時にやっぱりこうアイディアっていうのが湧いてきますね。写真の場合は本当に一瞬を切り取る作業で、特に私の場合も、街中でのスナップ写真とか水中での撮影となると、ちょっと、そこにいるだけで光もどんどん変化していきますし、人の流れとか植物も動きますし、なので繰り返すことがないので、本当にこの瞬間を、切り取ってるっていう感覚で、シャッターを切ってます。万華鏡のシリーズの場合は、水中に潜った時に見上げた水面の映り込みから着想を得たんですね。できるところまではやはり撮影で追い込むようにしています。でやはりそれでは表現を形にできない時とか、場合によってはより効率的な作業が必要っていう時には、やはりアドビのツールを、表現につなげてます。カメラレンズでは表現できない質感の強調できたりするので、よく使っています。特に写真の世界ですと、例えば定年っていうものもないですし、終わりがないので、いつまで自分のこの気持ちの情熱を持ち続けていられるかっていうのがポイントになってくると思います。